お肉が来ました。野菜も。ラムチョップをいただきます。うん、柔らかくて美味しい。食べてきました、秦野にある木里館というジンギスカン屋さんです。工房山っていう工房山かな、ハイキングコースの入り口になっていて、結構山の中で登ってきたところにあります。お肉はね、ジンギスカン定食を食べたんですけど、臭みがなくてね、とてもね柔らかくて美味しかったです。お肉の臭みがないので塩コショウで、振って食べる、食べ方もあります。それで食べるとお肉の、素材の美味しさがよくわかります。で、ね、あとねラムチョップがねとても柔らかくて、美味しかったです。ぜひ、ここに来たら食べるべきではないかと思います。美味しかったです。